どうもハルトシです。今日の動画ですね、ロングキックについてお伝えしていこうと思います。ロングキックは蹴れるようになったんだけども、それ以上ですね、今のキックよりさらにですね遠くに飛ばしたい方っていう、そんな方向けに動画を作りましたので、最後までご視聴よろしくお願いします。今日の動画はですね、大きく3つお伝えしていきたいと思います。1つ目はですね、キック動画の比較を、してもらいます。2つ目はキック動画に対する解説をしていきたいと思います。3つ目は意識するポイントに気をつけた練習方法をお伝えしていこうと思います。このチャンネルではですね、GK コーチ原俊のですね、気づきなどを発信していくチャンネルになっておりますので、ぜひですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。では早速いきたいと思います。ロングキックはですね、たくさん練習することも大事なんですけども、蹴る力が伝わるポイントっていうのがありますので、それをですね解説していきたいと思います。まずはじめにですね、2つのキック動画をお見せしますので、その何が違うのかっていうのを考えながらですね、ぜひですね見てください。それではいきましょう。違い分かりましたかね。もう一度だけ、見てみましょう。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。2つのキックはですね、基本的にはフォームは同じなんですけども、何が違うか分かりましたでしょうか。では解説していきたいと思います。1つ目の動画はですねフォームは悪くないんですけども、ここの振りかぶった時のここの膝下ですね、ここの振りがやっぱ甘いので、こういう状態なんですね。こういう状態、体が上から先まで伸びきっている状態なので、力が生まれづらかったんですね。じゃあ2番目なんですけども、2番目の動画はしっかり体が伸びきったプラス膝下がしっかり最後まで触れているので、さらにですね、ここから足の振りの力が生まれるんですけども、要はですね、このボールに対して力を伝えるポイントがいくつあるかっていうのがすごく大事、すごく大事なんですね。以前のですね、僕の、ロングキックの動画を見ていただいた方は分かるかと思うんですけども、ロングキックの力を生み出すポイントっていうのは、良くなかった方の動画っていうのはですね、この伸び1つ目、ここの伸び、そして2つ目がですね、ここからここからここの伸びですね、ここからここの伸び、1、2、この2つしかないんですね。じゃあ良かった方のキックは何が良かったのかというと、今のここからここの1番目と、ここからここの2番目、そしてさらにここからここの3つ、1、2、3という形でボールに対して力が伝わるポイントが3つあるんですね。
ということでボールに対して力が伝わるポイントが2つなのか3つなのかって、それはどっちの方がボールがより遠くに飛ぶかっていうのを一目瞭然だと思います。じゃあそれを踏まえてですね、どんな練習をしていけばいいのかっていうのをお伝えしていこうと思います。一つ目がですね、ボールのない状態で体の振りの練習をすること、ボールを使わずにどのように体を使ってキックをするのかっていうイメージをつけること。例えばなんですけども、ここにボールがあると想定して、このようにキックのイメージをしっかり体にですね染み込ませることが大事です。あとはですね、この膝下の振りを、練習するために一歩助走ぐらいでいいので、ここから一歩助走のこの反復練習ですね。そして最後に実際に距離を取ってキック練習をしていけば、頭で理解するのと実際に体でするのって違うので、まずはですね、しっかり体にですね、こうやって今から体を使うんだよっていうのを教えてあげるとですね、体はですね素直に反応してくれるので、ロングキックがですね蹴れるようになります。はい、いかがだったでしょうか。今日の内容をおさらいしたいと思います。一つはですね、ロングキックの蹴り方の違いについて考えてみました。二つ目、実際に何が違うのかっていうのを解説していきました。3つ目、どのように練習すればいいかっていうのを解説していきました。ロングキックってですね、いきなりですね、遠い距離でパン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 ってこう蹴ってしまいがちなんですけども、焦らずにまずは近い距離で、蹴れるようになったら、今お伝えしたように蹴るポイントっていうのを意識して練習するとですね、ちょっとずつですね、距離が伸びていきますので、怪我しないようにしっかり練習していきましょう。かくいう原俊もですね、中学校の頃はですね、味方のディフェンスにですね、ゴールキックですね、ボールをセットして、それをこうロングキック、味方ディフェンダーにですね、ゴールキックを蹴ってもらってた、そんぐらい、ロングキックが苦手な選手だったんですね。そんな、原俊でもですね、蹴れるようになりましたので、ぜひですね、皆さんも蹴れるようになって、試合で大活躍していきましょう。このチャンネルが良かったと思ってくれた方はですね、ぜひですね、いいねやコメント、そしてチャンネル登録もぜひですね、よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ではまた。